リズ・フェアはアメリカ合衆国のシンガー・ソングライター。デビューアルバムエグザイル・イン・ガ・イビルがローリング・ストーン氏の500の偉大なアルバム第56位に選ばれるなど高い評価を得ている。セカンドアルバムホイップ・スマートの楽曲スーパーノバ・ドント・ハブ・タイムはグラミー賞の最優秀女性ロック・ボーカル・パフォーマンス賞にノミネートされた。 2021年現在、7枚のスタジオアルバムを発売している。リズ・フェアは、アメリカ合州国コネチカット州、ニューヘイブンで生まれた。1990年に、オーバリン大学を卒業してからは、サンフランシスコで本格的に音楽活動を始めた。その後、ガーリー・サウンドというカセットテープを自主制作し、それがきっかけとなり、またドールレコードと契約を結んだ。 1993年にデビューアルバム、Excel in g ビル i l を発表した。同アルバムのセキララで露骨な歌詞や、インディーロックとポップスを合わせたサウンドが人気を集めた。翌年、セカンドアルバム、ホイップスマートは、アメリカのアルバムチャートで27位を記録した。2018年に、Excel in g ビル i l l の25周年記念エディションが発売された。2021年には11年ぶりとなる。 新作アルバム、ソーバリッシュが発売された。1995年度、1996年度。ありがとうございます。